どうもポンシラです。今日は9月の20日ということで、明日の11時にレートが終わるということで、実質レート最終日なんですが、ランキング見てください。1万308位ということで、今日だけでレートをすぐに上げたいんですよね。そこで今回はスパサでレートを潜っていこうと思います。このパーティーは負ける時も勝つ時も爆速で試合が終わるので、レート最終日にはもってこいですね。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは劇場版編パーティーにクーラピン差しですね。さあよろしくお願いします。まずは跳ねて OK、 最速取れた。ここはウルベジちゃんで殴っていきましょうか。うん、打撃からつなげて、うわカバチェンシケクール、これやばいぞ。必殺あったらやばい。危な、跳ねて痛い。クイックアタックから回避音聞かれる。ワンチャン突っ込んできそうだけどね、これタックルなんだ。単発で抑えてキャラチェン開始して、さあこれな、回避見てで、いやマジか、今のな、決まってたらワンパンしてたんじゃないのこれ。決まってたら、いや龍拳で殴ってくる。痛い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 。こっちも耐えきれないからやばい。お前、ちょ、落ち着けや。龍拳落ち着け。落ち着いてくれた。打撃に打撃合わせてタピオカのメイン。こないんかい。ちょ、待って、危ねえ。危ない。やばい。とんでもない。ボコボコにされとる。これは、まだ繋がんの。ちょ、もう一枚繋がったら絶対必殺来る。はい、もう終わった。これ、究極絶対飛んでくるやん。あ、それはバタちゃんで受けていきましょう。危ない、今。コンボ補正外しの究極で落ちてたはずなんですけど、ラッキーですね。オッケーオッケー。さあここはしっかり打撃が決まって、よしよし、こっちも強いぞ俺。大丈夫か、借り返してもらうぞ。さっきまでの、さあここは打撃と必殺で落としに行きましょう。よし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 、しっかりブーチ落としていくと。ただこれ痛いぞ多分。痛い。やばいやばい、1,2,3,5,4 1,2,3,4,5 にして、そこはさあここは単発で抑えて、お、メイン切ってくんのマジ。怖い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 、絶対殺そうとしてる僕のこと。痛い、速回避見しちゃいます。オッケー、なんか入った。もうこれ止まらん。いや強い。ぶっ飛ばした最強すぎる。回避回避しといて、よしよしよし。はい、勝ちですね。こっち耐久もないけど火力がやばすぎるから、これもうじゃんけんで勝った人が勝ちですね。このゲームは対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは強大な敵パーティーに身勝手ピン刺しですね。これ色相性めちゃめちゃいいぞ。これやばいぞ多分。さあよろしくお願いします。速射いっちゃいましょう。うわ速回避するか、やられた。ここはまあお相手さんが、いやどうしようかな、バダちゃんで受けたいな、経由乗せたいんで、タックチェンジしてきたらキャラチェンしましょうか。OK、 タックチェンジしたらウルベジちゃんで受けていって、さあこっから15カウントの間はクリティカル発生率がアップしてますね。タックル回避いって、ウルベジちゃんに変えよう。ウルゴジだった、あん当たっちゃった。跳ねて速圧いっちゃいます。いや速圧入んないか。お、何してるんだよ。もうこんなん止まらんぞ。さあどんどんつなげていきますよ。いいねいいねいいね。さあ射撃から必殺までいっちゃいましょう。これ7、8回ってる、いけ、いや回ってるか、クッソ。いや回ってなかったら絶対セミちゃん落としてたのに。さあいいダメージ跳ねて、固定ムーブ釣れない、タックラーかぶせて速圧、よっしゃ、こんなん必殺でぶっ飛ばせ。おれ、いやクリティカル出てないだろこれ、クッソ。射撃はしっかりかぶせますよ。やばい、ウルベジ止まらん、こんなのやばいやばいやばい、やばい、ガチ止まらん、ガチ止まらん。セミちゃんに帰ってきてももちろん飛ばせますよと。いいねいいね、クソや。よし、しっかりブチ落としてメイン切っちゃおうか、ポチッ、よっしゃ。でも無駄だ。はい、止まりません。よし、お相手さんはコウさんと。爆速すぎです。いや、このパーティー使ってる時が一番楽しいですね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは劇場版パーティーにマベジピン刺しですね。すごいな、マベジ貫突してる、火力やばそうですね。いや、マベジ来ないんかい。さあよろしくお願いします。まず離れましょう。回避して、痛い、そういう痛いことはやめて、回避見てでいいや。回避見て、あーつ打って、よっしゃ入った。ここはウルベジちゃんに帰って、特殊から射撃2連発で打っちゃって、いいねいいね。ここで外して打撃打っちゃいましょう。よしよし、いいぞいいぞ。いやガチ強いわ、射撃か。外して打撃打っちゃって、やばい、止まらんガチで。最強すぎるこいつ、何フリ属性よこれ。うわ必殺引くか、マジか。跳ねて単発で抑えて、青バダちゃん経由して、回避圧してくんないかな。最速取れたらね、もうこれもうぶっ飛ばすんですけど、そのまま行きましょう。
邪魔だ。ここは射撃撃っちゃって、うん、タピオカだよね。死なせやしない。うん、単発で抑えてタックル回避。お、おわちさんもタックルか。うーわ、カバチン向こうなの忘れてた。やられましたね、これは。まあまあまあ、ウルベジちゃんで受ければどうにかなるかな。痛えけど。いや、痛いな。よし、ただしっかり耐えていって、タックルいって、入ったの確認して射撃打って、よっしゃ、ここは打撃からつなげて外しちゃいましょう。外して打撃打って、よっしゃよっしゃ止まらん止まらん、こんなの。さあ必殺で、よし、タピオカをとりあえず落としていくと。メイン切っ、いや、メインやめよう。跳ねて跳ねて、うん、跳ねよう跳ねよう、どんどん跳ねよう。最速取りたいな。跳ねて跳ねて、ライジングかぶせたいな。タックル当たっていい。タックル回避いって、射撃撃って、単発で抑えて、危ねえ危ねえ、場にないのにやる行動じゃなかったよ今。跳ねて跳ねて、単発出して、釣れろ釣れろ、おっしゃ釣れたんで、ライジング行きましょう。よし、しっかりクーラー落としてタックル回避いきましょうか。龍拳なんでまだ油断はできないですね。ポチッ、何も見えないか。バダちゃんのメインも切っちゃおう。マジ回避読みします。回避読みして、よしよしよし、ここはウルベジちゃんの超火力で殴っていきましょう。いいもんやるぞ。いいぞいいぞ、これ止まらんでしょ。はおかしいわ、火力、射撃の火力じゃない。さあここはメインも切っちゃって、やっば、終わらせちまうぞ。究極で落としに行きましょう。いや楽しすぎる、なんだこのパーティー。最後打撃あと3枚も残ってたんでね、マジで火力が桁違いすぎますね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは強大な敵パーティーですね。イベさん2人と78か、この2人結構強いんですよね。射撃火力がとんでもなさそうですね。ただ色は刺さってるんでやれるでしょう。さあよろしくお願いします。まずは跳ねましょうか。回避見て射撃打って、速圧 OK、 速圧しっかり対応して、よしよし、ここはウルゴジちゃんで殴っていきましょう。さあ強いですよ、いいねいいね。打撃からどんどんつなげて、外して射撃打っちゃおう。出てこないか、単発で抑えて、マジ強くすぎん、打ってこい。何してるんですか。さあここは打撃からつなげて、いや強すぎるだろこいつ。あー、ただここアーツ引けないか。単発で抑えて、バラちゃんに経由しましょう。何してるんですか、本当に本当に何してるんですか。アーツがないから助かってるけどさ、これワンチャン突っ込んできそうだよな。単発読みして、暴発暴発はしない。回避見て射撃撃ちますが、やられましたねこれは。さあお相手さんの火力もとんでもない。ここはウルベジちゃんで受けていって、いや痛いな。ただキャラチェンしてきたら、オッケーオッケーオッケー、面切っちゃおう。よっしゃ、これワンチャン飛ばさん、覚悟はいいな。いけ、おれ貴様の力だ。ナイス次です。よし、射撃も入って、これマジ止まらんぞ。よし、お相手さんはコウさんと爆速すぎ、マジで。お相手さんの78、前回指2枚乗ってたんですけど、そんなこと関係ありませんでしたね。しっかり必殺でワンパンしていくと。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは、お相手さんもスパサですね。さあよろしくお願いします。特殊切っちゃいましょう。跳ねてるんで射撃いきましょう。さあこれ入ったらでかいぞ。入らない、速回避、いやマジか、速回避してくるか、うまいな。いや今のコンボ取れてたらな、崩壊したんですけど、やばい、こっちも崩壊しそう。ここはウルベジで受けていって、オッケーオッケーオッケー、なんとか耐えるぞ。いやもうこの試合は本当に殴り合いですね。痛い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 、落ち着いてください。痛い痛い、ワンコン取られただけで、ワンコン取られただけでこんなに崩壊してます。クイックアタックから射撃いっちゃいましょう。うん、単発で抑えて、結構冷静だなこの人。跳ねて跳ねて、打撃アン振って跳ねて、マジか、全然弾こね。打撃アン振って、何してるんだ。ここはしっかりカウンターしていくと。さあカウンターの火力じゃねえこれ。ここは単発で抑えましょう。単発で抑えてタックル回避でいいかな。あマジメイン切ってくんの早いな。まあまあまあ耐えるんじゃないか。ライジング持ってそうなんで、もちろんこれはキャラチェンできませんね。メイン切っちゃおう。よっしゃ、回避音聞こえた。ここは打撃から、いいねいいね。いやこっちの火力もおかしい。いいねいいね。ここは青バラちゃん経由して殴っていきましょう。さあ射撃から弾こねえな。ここ欲張っちゃうか。ポチッ、いやマジか、
跳ねてないから単発で抑えて速圧。いやこの人速圧してこないんだった。お、何してるんだ。やばい、こっちで受けよう。いや気絶するよね、危な。避けさせて、やばいやばい、俺のこと殺す準備してる。避けさせて、いややばい、やばいけどこのブロリーは究極に踏ん張り貫通がないんで耐えれる。いや耐える耐える。ただここは究極来たらバダちゃんで受けましょうか。いやコンボ無限やんマジで、いやコンボ無限やんマジで。オッケー、ここはバダちゃんで受けてギリギリ。よしこれでバダちゃん経由ついてますね。やばい射撃撃っちゃった、バカ。ずらして、よしよしよし、さっきからずらされてるんでね、はいワンパンしていくと打撃一発で150万ってどういうことですか。さあライジングかぶせたいです、お願いします。ありがとうございます。ここはしっかりライジングかぶせていくと、やばいぞこれ多分ライジングの火力やばい。1000万超えた。さあここ跳ねて跳ねて跳ねて、おー突っ込んできた。さあここは余裕で落とせるな、マジで。いや強いわこのパーティー。さあここはバダちゃん経由してブルベジで殴っていきましょう。強っ、お前マジ最強だ。さあ泥足もアップしていて射撃で落とせるかな。よし、いやスパサ対決は本当に殴り合いですね。殴り合いなんですが、ウルベジがいることによって多少の安定感があるのも素晴らしいですね。対戦ありがとうございました。見てくださいこれ対戦履歴なんですけど、一番下の試合が16時22分ですよね。ここから5試合試合をして、一番上の試合が16時35分ということで13分しか経ってないんですよね。5試合で13分ということは1試合で待ち時間も含めて3分もかからずに終わってるんで、本当にスパサは爆速すぎますね。ということで今回はスパサで暴れていきました。いやストレス発散になりましたね。このパーティーはコンボを取られたら崩壊してしまうんですが、取られなければマジで最強パーティーですし、何より試合が爆速で終わるのがいいところですよね。ぜひ皆さんもレート最終日に爆速で順位を上げたいという方はスパサを使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では